文学フリマは文学フリマ事務局が主催する文学限定の導入誌即売会。2002年に東京で開催したのをきっかけに2020年現在全国8都市で年9回開催している。コミックマーケットに代表される多くの導入誌即売会と異なり文字作品としての創作小説や批評詞を中心に扱うという点に特徴がある。 文学の定義は特にしておらず、自分が文学と信じるものであれば、基本的にどんな形態の作品でも構いませんとされ、アニメ研究誌や漫画、絵本、紙芝居、写真集などの出品もある。開催都市は札幌、岩手、前橋、東京、金沢、京都、大阪、広島、福岡の8都市で年9回開催しており、年々開催都市数を増やしている。 東京開催での来場者数は5166人、出展数は約900サークル。運営は、東京開催は文学フリマ事務局が行っているが、他の7都市ではそれぞれに事務局を置いて運営している。なお2002年の第1回文学フリマは、発起人である大塚英治と市川正と青山ブックセンターの主催で行われた。第2回以降、 有志による文学振りまじむ局の運営に移行した。代表は、も月智彦。マスコットキャラクターのパンダは、西島大輔がデザインしたもので、第1回から使用されている。日本史閲覧会や前夜祭り、アフターなどが主催者公認で行われることもある。参加サークル数は年々増加傾向にある。最多は、第28回の約895サークル。過去には、 サークルの増加によって落選サークルが出ることもあり、会場の規模を拡大して配慮している。参加ジャンルの割合は、第9回の場合、小説が65%、評論が18%、歌が10%、ノンフィクションが4%などとなっている。最近でも、小説が66%、評論が21%、歌が8%、 ノンフィクションが5%などとなっており、その割合は固定されつつある傾向である。評論分野では、ハウスやポッセなどが毎回参加している。小説や随筆の分野では、文芸学校や大阪文学学校、日本民主主義文学会のサークルなどが参加している。地方での文学フリマ開催を支援することを目的とした取り組みである。2002年の 1> 第1回から約10年間、東京開催のみだったが、文学フリマを全国に広めるため、2013年の大阪開催を皮切りに、金沢、福岡、札幌、岩手、京都、前橋、広島での開催も決まっている。文学フリマは、プロアマを問わず、文学の書き手の参加を募っており、初回から商業史に作品を発表している作家も参加している。 ありがとうございます。